はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんばんは。 D のんちザワイズです。今回はプロミスシンデレラの最終回について3分ほどで話したいと思います。はい、これもね、こう最後はめでたしめでたしな感じでね、良かったですね。まあ、特に良かったな、松井玲奈さん良かったですね。これはもう松井玲奈さんのドラマと言ってもいいんではなかろうかと思うんですけども、皆さんどう思いましたか、ね、あとは森環奈さんがね、なんか気になるっていう感じありましたけどね、私の中ではね。はい、ね、友近さんもなんかこう変なことせずなんかね、そこにいて当たり前っていう雰囲気を出してましたね。まあね、あとはこう前田郷敦さんと二階堂ふみさんと岩田のガンちゃんの戦いが、前田郷敦さんが勝ったっていう感じですかね。なかなかね、三田佳子さんも高橋克実さんもずっとね結構出てて、すごいなっていう感じですね。あとは金子信明さんね。金子信明さん最後なんか強い軍団出てくるのかなって最後の最後まで期待したんですけどね、前田ゴンドンさんが誘拐じゃないけどね、こうされて、ね、誘拐された時にこうガーンってくるかなと思ったらそれもないみたいな、っていう感じでしたね。こう、なんでなんだろう、どういうキャスティングなんだっていう感じはちょっとありましたね。まああとは、コーヒー入れるシーンが良かったかな。なんかこの二階堂ふみさんのなんかこう優しさがちょっと出ちゃってるかなっていうね、叩くシーンとかすごい遅いですよね。なんかもったいないな。あれ山本舞香さんだったら結構スワッといくんじゃないですか。やっぱちょっと女の人だったんだよなっていうところはちょっとっていう、なんかもう一回撮ってもいいんじゃないのみたいなね、テイク2みたいなね、なんか当たってないのとかもあるしっていうようなところがちょっと気になったところでしたね。まあそんな感じでプロミスシンデレラ無事終了でした。はいはい、この番組ではね、ドラマ映画、音楽について話してるわけですけども、今日はねこの後ねアップルのイベントがあるんでね、いやーこれはもう楽しみでね、楽しみでもうしょうがない。今宵2時から、深夜2時から、もう今これに備えてね、もうなんだろうね、こうワクワクしてんですよね。できればね、俺もなんかガジェットファンがたくさんこの番組に来てるんだったら生放送とかしたいんですけどね多分ねやってもね、見てくれる人いなそうなんでね、あれなんですけど、いつかね、来年、再来年、再来年ぐらいまでにはなんかねそういうのやりたいですね。まあ今はね見たい人が生放送やってくれる人でね、あこの人も見たいなとかあるんで、まあそれはいいんですけどね。まあ私アップル信者としてはかなり楽しみな夜を迎えるわけです。はい、まあ、そんな感じで今日は終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた明日、バイ。